ドラゴ TV 初シナ企画、こうちゃんどこまで飛ぶ。はい、本日お送りする動画はですね、なんと我がチームもバットをシダーできるようになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。自分に合ったバットを選ぶっていうのもまあ一つすごく大きなポイントになってくると思うんで、まあ、今日はその新しく出たバットを紹介していくんですが、はい、でなんと今日紹介するバットはですね、なんとあのジャジャン、特産 TV で紹介されました SSK、 何のバットかな。これですね、特産 TV で紹介されたんですけど、ライズアーチ193、めちゃめちゃ新しいやつ。ワールドさんに行った時になんとライズアーチ試打してください、ええー、かっこいい、あのバットケースですよ、SSK。すごいね。バットケースから高級感がすごい出てる。で、まあ、使ってください。はい、わかりました。つって、持ってきたら、なんと、まだ、じゃじゃん、封開いてません。封開いてないやつを。これはちょっとあの、値段書いてあるんですけど、はいはい、まあ、数万円するバットです。はい、いや、そうですよね。それが、まだ、封開いてません。これで我々が封開けて、なのでこの第1回バットシダ企画ということで、私封開けさせていただきます。封開けましょう。はい、いきます。じゃん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 、なんだそのすごいよこれ。いやでもこのシダでさ、新しい封開いてないやつ使ってくださいってさ、いやなかなかないし、なかなかないよね。何十年ぶりかな、俺こうバットのこの封を開けるっていう、もうなんか慣れてないから、どっから開け方がわからない、開け方がわからない、わからないことがわからない。新しいやつ、うん、ありがとうございます。いや、すごい。え、ゴミはしっかり持って帰りますよ。もちろんもちろん、フィールドになんかね、置いてらんないですけど、うん、いやすごい、新しいんじゃん、プンプンしますよ。すごいよ。はい、じゃあゴミはね、しっかりとね、まあ、そこカットでね、エイジのバッグちょっとやってみたいと思います。じゃあ、こうちゃんの打力でちょっとフェンス越しましょうか。しゃあ行きましょう。さあ、193、193m 超えていけ。お願いします。すごい高い。もうナイスバッティ、オッケー。おお、インパクトの瞬間の音がすごいね。いや、すごい。いやー、ライズアーチっていうゆえんがわかるな。おお、左中間真っ二つ。いや、すごいわ。こう外のボールもこう少しこう当てただけでセカンドの頭を超えるような、グリーン振り切るって言ってるよりもポンって出した方が当たってくれる、ボールが勝手に。おお、入った、超えたね。おー、ナイスバッティング。じゃあラストぐらいで、はい、右に打ちたいな。え、こ今のでも、うん、飛んでくれる。今のでライトオーバーですよ。じゃあ流すイメージ。はい。おー、ナイスバッティング。おー、
もう80ぐらい飛んでるわ。すごい飛んでるね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、あの打ってみて思ったんですけど、はい、ウルタンバットとかっていうのはやはり当てに行ってそこからこう反発で飛ばしちゃうということでこうしっかり振り切るっていう感じなんですけど、この FRP 製のライズアーチは振り切んなくてもただポイントに持っていって当てただけで勝手に飛んでくれるようなイメージ、はい、うん、じゃ あの小柄な選手でも使うことできるようなバット、うん、パワーがあんまりない人でもただ当てただけでそのまま飛ばしてくれる。いやらしい打球も増えるかもしれない、ね、いや増えるねこれ ねプラスパワーのあるバッターで思いっきり振ったら、うん、とてつもない打球いくと思う。まあ今コーチャーもそうですけど 90m ぐらい、ね、80-90 さらっと飛ぶ打球をねこう打ちますから、まあオーバーフェンスしましたけどしてますから、ね、そんなにマンブレしないんですよね。すごい。やって、あと流すイメージで2球ぐらい流したんですけど、うん、あれもしっかりと腰入れてないんですよ。腰入れてただポーンって出しただけで、うん、85ぐらい飛んでくれたんで。いやこれ外野手もかなり、いや外野手は結構バックですね、うん、そうだね、非常にいいバットだと思います。 SSK ライザーチ皆さんもどうか機会があれば使ってほしいですね。使ってほしいですね。これあの今後ワールドスポーツさんではあの中学生とか、まあ、社会人野球チームにどんどん試打させるためにこうバットをこう回すっていう。でこれ今日85センチ使ったんですけども、ワールドさんには78センチという少年野球対応モデルも置いてありましたので、はい、そちらも使いたいと一つお声掛けいただければ多分ワールドさんも78センチ持っていくと思うので、はい、よろしくお願いします。早々の球児たちインドラゴン。動画を見てくれた方、機会があればチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこうちゃんに振ってもらいたいバットやそれともハンマーや金槌やほうきまで何でも振っちゃいます。どんどんコメントよろしくお願いいたします。